はい、どうもスイカ TV チャンネルです。はい、今日もねまたロケに出ておりますが、今日はですね埼玉県さいたま市浦和にあります、新しくまたオープンしたスリランカレストランにやってまいりました。こちらね11月3日にオープンしたばかりスリランカ料理アキフードさんですね。ということで早速行ってみましょう。はい、はい、また言います。はい、あのね、メニューがね、はい、あれまだないからわかんない。いや、近いからまた来たら。あ、また来てください。また来てください。お店の人？違います。違います。お店の人っぽい顔してる。また来てください、はい、スリランカのお店。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ行ってみましょう。はい、ということで、あれみたいなね感じなんですけど、ここを開けて多分ね、これは普通のお宅だったんですね、多分ね。そこを多分改修したんだと思いますが、はい、こんな感じでですね、まだ新しく11月3日にオープンしたっていうことでね、やってまいりましたが、はい、じゃあちょっと座ってみましょうか。こんな感じです。新しい感じですけども、どうでしょうか。本当に続々ですね、スリランカ関係のお店がねできて嬉しい限りでございますが、こういうメニューはですね、こういうランプライスとか、ライスのあかり、まあこの辺はですねランチにいただけるっていうことでですね、夜はこういうのは出ないということで、なんかそれも本当にスリランカらしい感じでございまして、夜はですねコットゥやポークコットゥとかね、いいね、チーズコットゥ、そしてですねフライドライスとかね、本当にスリランカの夜のメニューみたいな感じですね。あとエビデビル、デビルもありますね。デビルソーセージデビル、おお、もうこれ本当にスリランカの人がやってるなって感じるメニューですね。カダラである、おお、カダラすごいですね。これこれなかなかないよ。これカダラと、ま、豆ですよね。カダラ最高。はい、すごいいろんなものがありますね。ココナッツロティとかね、そしてですねカトレット、見てください、ワンピース50円だよ。それ何って感じですね。これもしかしてスリランカじゃないのぐらいのお安さですね。パティスもワンピース80円だって。何これ、いいのこんなのでって。そしてバリップワでワンピース70円だよ。最高です。最高ですね。あと一層ワでとかね、それも100円、安い、めっちゃ安くない、これ大丈夫なのこれっていう感じですけどね。私もちょっと興奮が隠せないぐらいの本当にすごい安いなって。カダラが最高です。カダラね、カダラ、カダラ、カダラとライオンビールがもう本当に最高なんですよね。そうね、カダラが、そう、でも豆でしょ、豆、ひよこ豆ですね。ひよこ豆、ひよこ豆をあのいろんなね料理したりするんですけど、これはデビルってちょっと辛くして、これはおつまみに最適ですね。あのビールとかで合う感じなんですけども、チーズコッテを頼みました。はい、そしてあとカトレットとか、はい、私パリップワーデ、パリップワーデを頼みましてね、はい、そんな感じで、はい、頼みました。はい、さあ来るのが楽しみですね。はい、コッテュー、チーズコッテュー、チーズコッテューね、いいですね。美味しそうじゃない、現地のスリランカみたいな感じです ね、 これね、 あまり辛くないんです。辛くしてないんですね。はい、はい、チーズコッテューが参りまして、食べましょう。せっかくなんで、あったかいうちにね、チーズコッテュー、こんな感じです。ジャビーン、ジャビーンだよ、じゃーん。はい、あんまり辛くしてないということでございますけども、どうでしょうかってことで、ちょっと一口だけいただいてみます。あ、チーズの香りがしてきますね。はい、でちょっと一口いただいてみますね。はい、どうでしょう。あ、ほんとち、うん、すごいなんかチーズが効いている感じでございます。はい、いただきます。はい、今日はね静香先生もはいご一緒なので食べましょう。いただきます。はい、今日はね浦和に、浦和ですよね、そうです、の秋フーズさんっていう新しくオープンしました。11月3日にオープンしたんですよね、はい、にやってまいりまして、先ほどあのコッツーとかいただきました。よかったです。現地っぽい味ですね。ありがとうございます、はい、スリランカの人がこの辺にいっぱい住んでるから、そうです、そうです、
かね、スリランカ人がたくさん住んでいるから、ね、そう、ここ、店が。だから、スリランカの人たちにできたら来てほしいよね。そうですね。周りの、ね、日本人にも、はい、スリランカの料理少し食べて、スリランカを見せたいですね。はい、日本人にも知ってもらいたいね。で、日本人が来ても大丈夫ね。大丈夫です。大丈夫ですか？全然大丈夫です。はい、このアキフーズさんって、なんで、名前、お店の名前はなんで？アキフードって、アキの名前は赤ちゃんの名前です。あ、これアキ、アキさん、アキちゃん。アキヒロ。アキヒロ君。アキヒロ武蔵だけど、お店はアキフードって付けます。フェイスブックと？フェイスブックとインスタ。インスタがあるそうですからね。あとで、じゃあ、それ。概要欄に貼っときますんでチェックしてください。で、まあ、ちょっとね、あれ、来るのがね、大変ですね。北浦和からバス、バスですね。ね。あと浦和からもバス。浦和からもバス。はい。あと大宮からもバスがあります。車があったら近くに駐車場とかコインパーキング。コインパーキングがあります。まあ結構あるよね、多分ね。で、結構安いですよね。ちょっとびっくりしたのは、カトレットとか50円。スリランカ人のためにね、はい、安い。このカトレットがね、1個50円って、もう本当にスリランカにいるみたいなぐらい安いぐらいですけどね。でもまあ、スリランカ人向けにちょっと安くしてるということだけど、でも日本人が食べに来てもいいしね、大丈夫ですね。それは良かったです。で、何かありますか？アピールしたいこととか。うちのお店は私と旦那さんが料理安く売ってます、はい、あの日本にいる外国人とか、はい、スリランカ人、日本人みんなにどうぞ来てくださいということですね。そうです、はい、わかりました。旦那さんが作ってるんだよね。そうですね。料理はどんな感じで？全部手で作ってます。手で作って、手作りでスリランカの調味料入って、うん、カレーはランチだけ？そうですね。カレーライスとランプライスはランチだけです。ランチタイムで、あとは夜はこういうコッツーとかね、フライドライスとかね。だからそれ本当にスリランカみたいな感じだよね。そうです、そうです。あと、パーティーもやるんですね。ケーキも。パーティーもある。ケーキとパーティー。ケーキ。誕生日ケーキ。あ、そういうのね。あ、そうね。それ誕生日パーティーとか好きやもんね、スリランカ人ね。そうです。前、家だったとこをちょっと改装してね。改装してお店にしました。お店にして、2階もあるっていうことなんでね。はい。埼玉はあんまりないからね、スリランカのレストランはね。先生、ないです。ないからね。だからぜひ来てください。そのスリランカの人も結構見てるから、よかったらね、スリランカの人に来てください。浦和の、アキフーズさんでいいんですか？来てねっていうことでね。はい。じゃあ来てください。はい、ありがとうございました。どうも。はい。あざっす。